マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の小笠原直です。本日は第13期上梁下 A リーグプレーオフ B タクの戦いをお届けしてまいります。本日の解説は A1 リーグ首位広柴田が務めます。柴田プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。フォーカス M からの連チャンですけど、はい、お疲れ様です、はい、よろしくお願いします。まだ元気ですはい、それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずは1回戦チーチャからです。ちいちゃに座ったのは中野妙子二段、現在5位でプラス 69.4 ポイント。そしてなんちゃです、内田みのり四段、現在2位プラス 106.6 ポイント。そしてシャーチャです、松岡千秋三段、現在3位プラス 74.7 ポイント。最後はペーチャとなります、石田あさみ三段、現在6位プラス 61.0 ポイント。以上4名での対局となります。はい、ここで成績を出ますでしょうか。上位3名が決定戦へと進みます。今日で決定戦のメンバーが決まるということですが、柴田プロ、はい、本日の見どころをお願いいたします。まあ、今日の見どころはまあね、はい、清水さんの数字をね2人が抜けるか、はい、ですよね、はい、うん、清水さん結構厳しい、一人が、うん、かなり大きくプラスした時は清水さんが残りますね。じゃあここの宅から2人か1人かみたいな、うん、そうですよね、そういった戦いですね、うん、はい、ありがとうございます。それでは早速対局と参りましょう。第13期上梁下 A リーグプレーオフ B 宅1回戦東杯の開始です。それでは対局を開始します。本日の立ち合い、今野慎太郎が務めます。このプロの合図によって1回戦が開始されました。改めまして、ちいちゃから中野、なんちゃに内田、しゃーちゃに松岡、ぺーちゃに石田の並びです。なお、ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。まずは1回戦、ドラがチュン、中野の親番です。本日4回戦、いよいよ上梁下第13期上梁下も決定戦のメンバーが今日で決まると、うん、気合も十分ですね。パッソー切り、うん、ドラが1枚、ソーズ1通が見えるか、うん、メンツはない松岡、うん、はい、今表記されている成績なんですが、上に記載されているのは総合トータルですね。今日は総合トータルで表記しております、うん。急走を縦に重ねます。マンズが多い形ですが、ここはバーピン切りトーンが統一です。昨年度の決勝メンバーといえば、今の中田かなプロ、そして石田プロ、うん、魚谷プロ、内田プロと、うん、今年もそのメンバー、同一メンバーでもあるかもしれないですよね。かもしれないですね、うん、全然可能性ある。はい、決定戦で待っているのは現女流王家の中田かなプロです。単野方向松岡、ペイが来ましたがどうでしょうか。ドラは1枚、チートイツ、うん、そうですね、チートイツ本線今切り、泣いちゃうとね安いからね、急走切らないと、はい、そうですね、本一つけて、うん、換算総引き入れました松岡。もう仕頃は見づらいですか、数層切っていく、うん、まあ老僧から切ると、はい、まあ、しごろも残せるけどね、はい、手広く、そうですね、ましたね、数層切りとしました松岡です。そして親番が中野、うん、中野は今季が初の A リーグ、そして決定戦が見える位置まで来ました、うん、このプレーオフ、まあ、緊張感もあると思いますが、自分らしい戦いをしたいなというのは言ってました ね、立派ですよね、うん、だからこそ今年ね1年目で残りたいですよね、決勝。そうですね、うん、さあ、イーシャンテンは内田ですがドラが1枚浮いています。3者にドラがばらける形で、山にはチューンが残り1枚。これポイント持ってる、はい、内田さんがね、うん、一番なんか僕は嬉しいじゃない、ポイント一番持ってるの嬉しいけど、一番どうしようか悩むよね。わかります、選択肢がまた、ね、ありすぎちゃってやだよね、はい、ない方が僕は攻めるだけの方がいいじゃん、はい、
なんか守ろうかなって思っちゃったりして弱気になったり、うん、よく話でポイントある人は選択肢があるっていうじゃないですか、うん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 、ありすぎちゃって、はい、ちょっと難しいのが内田さん、はい、じゃ柴田プロだったらやっぱ追っかける立場の方が、いやポイントはあった方がいいです、いいですあった方がいいです、あった方がいいんだけど、はい、いいんだけどどうしようかなっていう、例えばまあね、今回チューンを打ち出すとかトンとチューンね、うち、あ、どっちも打たない方、うちらの立場だったら柴田さんはじゃあ最初は普通に打っていく感じですか、僕自分通り、そうね、僕は、うん、あの浮きを目指してハンちゃん3回打って、はい、3回、はい、うん、で4回目はその状況に合わせて、うん、あの闇点とかも、もう条件戦みたいな感じで最後は、そうですね、あの役なしでリーチ打たないとかも徹底、はい、もっと徹底していくから、はい、9番つもぎりとなります。例えばドラドラ、はい、で役なしでドラドラ入った時に相手に国士とかいたらもうほぼ闇点とかにね、うんうんうん、高いケースがある場合は闇点にする、最終戦はね特に昨日も国士無双、オーラスで国士無双、泉さんがテンパ入れましたが、ね、ちょいずれで、ちょいずれ上がれずでした。三色イーシャンテン中の親番中です。ペイはあまだ場に切れてないんですね、うん、中野が統一の牌、ポンしても役割でテンパイを入れることができますが、どう考えているでしょうか。もう終盤に入ろうとしているところ、そうですね、はい、まだテンパイの方はいませんね、うん、ただこのイーシャンテンで受けを広くチューンを打ってる中野さんはなんか今日にかける意気込みを感じますよね。確かに手狭にしちゃうパターンもありますよね。5万確か2枚切れだよねこれ、この、こちらの手、このあ、おお素晴らしい、5万さ、はい、2枚切れてるんですよ、うまん切っちゃいそうです、ね、うん、でチューンを後で切ろう、やめてんか、いやリーチの方がいいですか、うん、親だからっていうのが強いんですか、それは打点が見合っちゃってるのと、はい、闇点で3球じゃあ勝負は決まらないじゃない、これがドライチとかであれば闇点で、うん、そうね、7700だから、はい、これ3ピン出る可能性はあるんだね。今松岡が数ピンを切りました、うん、イーシャンテンの形で3ピンが浮いています。うん、でもどうかな、1万が場に3枚か、はい、1,2,3 変則なんですよね、中野闇点という判断はどうなんですかね、どこから、うん、このあ出ましたね、三品、親からロンの声、3,900、三色です、うん、つまりマンズの上9万8万の方が松岡さんには危なく見えちゃったっていうね、はい、特に9万は下茶の位置だからね、うん、これでも闇点だったから上がれたそうです、ね、ってことですかね、うん、だから判断は間違いなかった、はい、まずは親番の中野が3900を上がりまして、トーン一局の一本映え、うん、連チャン中ドラがイーマンです、ね、焦らずね、はい、あのチューン切りからの闇点をして、はい、チューンも場に出てたからね、はい、あの失点のリスクはね、相手に手役が入らない限りないから、うん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 、ね、リーチ打ちやすく7700で早く上がって楽になりたいじゃない、はい、うんうんうん、ね、落ち着いて落ち着いて打てていると、うん、大トンが手の内であんこ松岡、先ほどは宝珠に回りましたが、この局はどうでしょうか。手さんきついか、石田中野もちょっと厳しい、いいけど親っていうのを生かす、まっすぐ三色は見るということですか。キューピン残し、真ん中に寄っているのは内田、手の内であんこのトーンは松岡です。清水のポイントは 69.7 ポイントですね、うん、もう昨日清水は対局を終えています、うん、現在4位、プラスで終えればだいたい清水さんの数字超えちゃうんですよね、はい、だからね、よっぽどじゃない、だから普通に清水さんの数字を意識しないで4人は多分打ってると、はい、うんうんうん、今日のメンバーに勝つように打つと思うんですよ。そうですね、昨日は大谷が大きくプラス68ポイントをして首位に当たっています、うん、大谷さんはほぼほぼなんですけど、一人がね120ぐらい負けちゃうと、はい、全員が均等にプラスして、そうそう、50、50、20とか浮いて、珍しいパターンですけどね、見たことないんでだいたい大丈夫でしょう、はい、
さあどうでしょうか。ここは選択です。チーソーは1枚切れ、馬切りとしました。これはイーソーですか。3個も残すんだったらイーソー切りですね。手広くね、はい。流派が縦に重なったのは石田、直瀬のペイから。イーソーは残している中野ですが、ここは切っていきます。これで嘘、どっちからか、二度受けの部分を、というよりヤンゾーパーソーで三蔵引くかチーソー引くかでまた選べるんじゃない。それで三面ちゃんになる、それと安全度を比較したちょっとものですかね、はい、今のは。チーソーが縦に、これはどうでしょうか。ヤンピン、でもドラ使うのを確定させた、ドラが出ないような形にしていきます。内田さんのね、第1打第2打が9ピン統一落としから入ってるからちょっとね、はい、早そうにも見えますね、はい、この統一落としからファンパイとか出るとちょっと遅いんだけど、うんうんうん、あのその後 あの切り出しが全部数字だから、はい、速度感が感じる。打点もあるように見えますか、キューピーの統一落としであると手役ね、あるからね、はい、まあ、リーチじゃないんならとかね、リーチならこれぐらい、例えば今1番がドラだからここでリーチが来ると、どうなのかな、3900で打ってくるかも分かんないもんね、はい、トップ目の内田、この卓ですとトップ目です。サブローマンの闇点、一回親をね落としたいと、終わらさないとね、はい、サブローマンはめちゃくちゃ残っております。めちゃくちゃ良さそう、めちゃくちゃいい、2枚使われ以上、以上残り山に全部6枚です。で2が適度に切れてるか、あこれ3だ、あこれは使える、この2の先切りがうまくいきましたね。そうですね、中の選択がうまくいってる状況です。それでもですよね、それでもサブローマン有利ですよね、はい、まだ5枚、石田はどうでしょうか。ここで昇降、これは今あれですね、手が見合ってないので、あこのちょっと危険な牌を切るか、はい、全体的に測ってる感じ。現在は一人テンパ内田です。ちょっとね打ちづらい牌が多いから、うん、行きづらいですか。親場の中野はイーシャンテン、3色のイーシャンテンですが、ここは内田のつも上がり、ピンフツも400、700の一本場、500、800のつも上がりです、さあこれで中野の親が終わり、内田の親番となりました。トン2局、全然わかんないね、最後の最後までもつれますね、これね、はい、4回戦までね、全くわかりません。最後でも楽しみに、ドラがリアンマンです。もう2面使完成してました ね、マトーカはまだ端に寄った手配にしていきますか、どうするんだこれは何を目指します。僕はどうかな、そういう切り出しにしますけど、はい、石田もメンツはありません、ドラもなし、お、ここいいじゃないですか、すごいね、スワンコもらえる、ペー初スワンコ見える、さすが1年目のね、みなぎってますか、みなぎってます今日気合い入れないでいつ入れるのって話じゃない、はい、今でしょ、さっきね、今でしょこの初はまだ出ない、初泣くのかな、あードラだ、一回チートイドラダラ残しますか、はい、でもペーチャですもんね、ペーチャです、なので役役になりますね、役役トイトイで満貫上がればね、泣いちゃいそうですが、1枚目はスルーしますか、どうなんですかね、柴田さんであれば、いや今日、はい、マックスに持ってったんだったら泣かないじゃん自分の中で、そう今日募金してきたぐらいマックスだったら、はい、まずは流派はスルーと、数字だと何、
バーピン三層。でも三層泣いて数層打つ、ね、おかしいですい、ね、はい、ちょっと警戒されすぎちゃいますね。これはつもぎり、もう形は決まっているか、うん、ドラ引いた方がいいのかアンコになった方がいいかのか難しいよね。うん、僕はアンコにできた方が嬉しいけどやっぱりそれは数アンコ目があるから、数アンコのトイトイ、どうする、泣かない、カレーにする。もともと中野がそういうジャンプでもあるっていう感じですかね。でも漫画のリード今日大きいよ。そうですよね、大きい、うん、でもいつも通り打とうって言ってたからそういうことなのか。出上がるとさらにその人と開くからね。そうかそうかそうか、そういうの考えちゃうと、うん、そうすると敵はさ一、はい、人により上に行くわけだから、はい、あと一人じゃない、はい、泣いちゃいますね。二、うん、人沈めとけばね、うん、さあどんどん、あーあー嬉しくない、嬉しくない、どうする、ヤンマえ、ヤンマンだこれでも初、今度ね初泣いたらすごい安くなっちゃうね。はい、いやでも初は泣かないとおかしくなっちゃうね。うん、これでお松岡が仕掛けを入れました、うん、ちゃんとが見えます。そうね、役配なければ、まね、7700以上の手になりますね、はい、トラ1丸困りましたね。中野の手チュンはでも出そうだよね、出そうな人が、はい、1人でしょう、トラ1石田、石田さんは分かんないけど中野さんはチュン打つぐらい手が見え、あもうここで3層、 あら手堅い、そうですね、あ初泣く、うん、で両面、なるほどなるほど、ローキューピン2枚切れ、ローピンが1枚切れ、キューピン2枚切れです。手を引きつけて泣こうってことですね、打点用の、はい、さあ松岡もペン3層のテンパを入れました、うん、ペン三蔵で、はい、3900か、ちゃんた役ドラ、ペン三蔵って中野三蔵、三蔵ね、あ間に合ってますね、あ持ってきちゃった、どうする、切った、あ嘘が効いてきました、はい、ここは松岡の上がりとなりました。ちゃんた役杯ドラ1 3900、うん、内田の宝珠で終わります。ちょっと難しい局面ですね、今のはね、中野の選択もいろいろありましたけどね、流派一泣きするしない、うん、いやでも良かったと思いますね、僕は中野さんの打ち筋ですか、うん良かったと思います、うん、さあ松岡の親番トン3曲です。ドラがウーマン何からの切り出し、うん、石田は一メンツはありそう、おお、うん、いいですね、ゴロチも見える、うん、ま中ぐらい中ぐらい中ぐらい、あまたチューンが、おー嬉しいよね、こっちの方が僕は好きかな、ほうほうほう、あのね受けも効くし、はい、なんか安心します、一役確定してますね、うん、ドラメンツで、松岡さんとかやってやりづらいと思う、ね、松岡の親ってや、みんな嫌だなと思って、それはなんでですか、まっすぐ来るじゃない基本的に、まあそうですね、うん、ストレートですよね、うん、受け駒の数が多分人より少ないんですよ、うん、だから手がまっすぐ進んできて、はい、リーチもね来るから、はい、あの例えばピンフドライチとかもう迷いなく来るじゃない、リーチしますね、うん、そうしないって選択よりはする選択の方が明らかに多いのが、はい、たまそうかな、うん、で泣きも結構入れていきますからね、うん、一言言うとあの攻めが強いってことよね、はい、攻めがとにかく強い、うん、じゃあ攻めが武器みたいな感じですかね、石田さんとか打点が武器だね、はい、うん、守備力が長けている石田、うん、お中の手が育っています、中野はいいシャンテン、ウーマンドラですね、ドラドラとなりました、羽まんまであります、打点も見える、はい、さあこの親番実ればすごい、天敗です、天敗カンパス層の役割、いや見てんでしょう、そうですね、天敗取らな い, らない、これはどうですかこの選択、うーん難しい、取らん、と
うまくいくかどうかかも勝負かかっちゃってますけどね、はい、なんか役割だと取っちゃうかなと思うんですが、うん、こんなにカンパース悪くないですからね、はい、2人が急走を序盤に切っていますね、うん、あと想像の連続形がね変化もあるし、うん、中野の構想というのは何なんでしょうか。この三万つもぎりというのはリーチを狙ってるのかもしれないし、後傾あこれ来ますよね。いや松岡イーシャンテンドラドラです。これパースを逃すとなんか怖いですね。その後松岡の上がりがあったりしたら。そうですね、松岡さんがリーチするかもあるけど、これはまだイーシャンテン、ヤソは残しています。そう、ね、重なると強い。あここで一回パーソン出る可能性あ出ましたね、上がれなくなってしまっている、ね、ということは急走っていう手もあるよね。ありますね、ここで急走となりました、うん、でも数走3万円の数走はちょっと嫌だよね。数値そのさ、はい、頭の形構えてるじゃね、はい、4567の形です、うん、お60パーのいいじゃんって、わあ手が育ってきている。今8万キロとしたんですね。そこが石田さんの、はい、先に8万になるんです ね、まあ、ねお本当やはりこれは構想通り来ましたね。これでスッチピンの方ですか。そうですね、スッチソーになるんじゃないですか。あスッチピン、はい、うん、スッソの方を切ってのスッチピンです、うん、闇天テンパよ、カンパッピン引き入れて関連魔のテンパよ内田三色、うん、2600は闇天。おおーローピンを引き入れて60パー確定、カンチーマン単野を3色ドラ、すごいですね。その中で内田がつま上がりとなりました。3色つまも入ります。1200すごい、いや3色が3人いました。入りました、面白かった。まどかさん一歩ね届かなかったけどね、はい、ペンパーこうみんないい手でしたけどね、うん、中野がその中でねカンパスの上がりがあったかなと自分の中でも思うような、うん、まあここで内田さんがトップを、はい、取ったら内田さんはマーク外すかもしれないですね、他の3人、はい、もう逃がしちゃおうってことですか。うんというより他の2人を超えようっていう、内田さん以外の2人よりは上に行こうっていう、はい、今の内田の闇はうん、トータルトップの翔平の現物だし、うん、さっきね3900報じしたのは松岡さんがいろいろあって闇天が多分ベターでしょう。トータルもあるしね、はい、ほらローピン石田の親番中、石田今日はチェックチェックしてますね、うん、服が今日も混ざってるよね、いろんな色を混じってバッチワーク、うん、ヤンメンターツは3組です。松岡マンズが多い形となってきました。ここはソーズですか。うそう一色と一通とかもんで、はい見ていますね、うん、ここもそういうと似てるよね、うん、ジートイツだ、イーシャンテンです。イーシャンテンドラ受けはあります。順を切ってメイパーにするのか、それともバーソー切りとなります。なんか今日の対局いつも見てるよりなんか普段より思いの強さを感じない、なんか感じますね。なんだろうね、普段とちょっと違う雰囲気あるよね。やっぱ選手の思いが伝わってくるんじゃないですか。もう A1 リーグもかなり終盤に入っていて、あのコースは一節あ僕はい、はい、そうですね、クリスマスで、クリスマス、はい、24か5月曜日ですね。柴田さんは首位と。そうです、はい、あここで順単切り位置となりました中野です。どうですか、これは一枚切れの流派ではなくションパイのチュンの方を選びましたね。ね。そしてリーチという選択もいろいろありそうでしたが、いろいろありましたね、うん、手の内ドラドラではありません、チートイツ、うん、リーチと積もったら大きいよね、うん、6400になるから。チュンは残り2枚、しかし2人持ってる、さすがに疑いか、打ちません。さあこのリーチが入って三者はどうでしょうか。親番がまず石田、ちょっと苦しいですかね。苦しいけど戦いに行っちゃうでしょう。トン、いやーチーソーとか先になりますか。チーソーが先でした、うん、ローソー2枚見え、トンが通ります。
吉田さんもチューンは後になるでしょうね、はい、チューン打つぐらいだったら急走打った方が、まあ、急走って現物ですもんね、はい、うん、自分で通して、あ、うん、松岡が通していますね。チューンでロンで例えばリーチチューンで2600ってのはあんまり考えにくいじゃない、はい、5200あるけどドライチでとか、はい、だからチューンなかなか打ちづらい牌では、打ちづらいと思いますね、あの内田さんの手配からしたらね、はい、どうでしょう、イーシャンテン、いやーどうする、一色のチーソー現物ですもんね、はい、チーソー切ってチーソーチーソー行きますか、渡るかもしれない、チーソーチーソーです、うん、チートイツイーシャンテンでしたけどね、はい、やっぱりね、マンズが押し寄せてきた時に、うん、もっと高く高くなるし、ここにマンが来ました、うん、チューンはまだ山に押し寄せてる、天杯スッチーマン役なし闇天、やっぱりここでリーチというのはもったいないですか、もったいないね、うん、なんか上がり逃しちゃったらとか思うんですけど、うん、チーする手もあるもんね、スッチーマン、あ、そっかそっか、リャンピンは通っている牌、イーピンも筋で、そうね、イーピン、あれ上茶の人誰だ、内田さんが打ってますから、はい、何かもうマンズ引いたらね、うん、いいピンいいピンで均一になるかもしれない、はい、頑張れますね、まだ、しかしチュンがまだ2枚残ってます、山に2枚、中野はリーチチートイツのチュン短期、押し寄せないマンズ、押し寄せないいいピン、一回いいピン切ってごまかすって、でも、はい、うん、こうしとけばツモっていうのがなくなるからね、はい、また鎮逸に行けたりもするし、さっきの天杯でスッチーマン持ってきた時に、うん、1ピン切っちゃうのはやりすぎなんですか、おー、ツモ上がりとなりました、うん、中野リーチ入ってるから、はい、リーズもチートイツ1600-3200のツモ上がりです、はい、これめちゃくちゃ嬉しいやつ、はい、よかったってなりますね、よかった、今めちゃくちゃ6400、チートイツはさ積もるとすごい嬉しい点数になるからね、何でもドラドラだと跳ね回りになるし、ただのチートイツだけど積もれば6400、うん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 、じゃあかわしてというよりはリーチ打って、そうね、うん、積もった このケースを逃したくないからリーチと、お、中野いいんじゃないですか、いいドラローピンでしょ、しております、ドラがローピン、ローピンは何枚でした、1枚、でも何入で長といつ、9ピンじゃなくて、はい、ということは本日を見ていると、見ていると、恐ろしい、ね、今チュン積もったんですもんね、今チュン積もった、チートイツ、ね、中野だから、あ、そう、あ、中野だから初じゃなくてチュンにしたんじゃないか、分かんない、分かんないすいません適当なこと言った、内局です、うん、ここで9ピンですか、差し子4ゴロありますもんね、残すと4ゴロがあるから9ピンですね、うん、まあ、一応候補はあるんでね、嘘を切っちゃう手もありますけどね、はい、うん、厄介が2つ、そいつ石田さん、うん、どうする、3900はね、喉から手が出るほど欲しい3900、今ギャンマンとなります、単葉よりは厄配ってことですか、うん、何は手のうち残しています、何切っちゃそうですけどね、そうですね、何は石だともちもちです、うん、何切っちゃうかな、僕は中野の構想は受け駒に何もあるってことですかね、僕は何ていうのかな、何を、はい、2枚切りますね、続けて来て、はい、打点を見ていくということですか、打点、うん、なんか来てます顔する、入ってますよみたいな、来てます、僕来てますみたいなすごいですよ、僕来て、僕来てますけどみたいなそういう、そうですね、でも川で相手を、うん、本当に上がりたい時は、はい、あれカンちゃんの声だからいいんだけど、はい、あの本当に上がりたい時は何の2枚目も見せないんだけど、ほう、本当に上がりたい時あれカンちゃんの声だから何2枚川に置いて、はい、ほう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 、僕来てますって皆さん手狭に受けなさいと1枚安牌持っててみたいなその間にゆっくり作るから、やっぱり親にこう何の統一落としとかされると、うん、わ怖い、どうしようどうしようって思います、そうね、単葉系の、うん、今回ドラもローピンだからね、はい、あのは、あ、迫力あるよね、とってもありますね、
これで両面になって、うん、しごろですもんね、はい、ドラがローピンだからはいどうですか、確定させますね、3層は切っていきます。いやでも本当になるの方が良かったような気もしますけどね、なんなければっていう気持ちが強いんですかね、うん、ただなんこれ石田さん動いたかもしれないしね、うん、まだ分かんないですね、これで会社でしょ、両パーピンいたら何もあるからね、はい、まだ高くなる可能性があるので、うん、ちょっとパーピンだと弱く見えちゃいますね、攻め切るぞと、これはいいシャンテン、いいシャンテン、両面両面いいシャンテン、松岡さんもう降りないんじゃない、ここまっすぐ来そうです、来そうですよね、はい、ドラも一枚あるし、誰よりもまっすぐだよね、よく考えたらね、あれ4切ると広いやつ、打点だ、うん、イーペーコンの打点を残した、2万を残すとイーペーコンが見える、4万を切ると3万の受け入れがある分、はい、若干広い4、5、ローローローナーになるんですね、3万とリャン、うん、3万切ったところでリャンマンが来たうちだ、どうすんの、ね、うち1と1に見えちゃうもんな、9万が場に1枚、じゃあ1回小さいですか、うん、9万つもぎりとなりました、小さはそんなによく見えるってことか、1枚切れですもんね、うん、うん、これはチーピンつもぎりですか、チーピンつもぎりです、振り点ですもんね、小さあんまりよく見えないけどな、僕は通ったスーピン、スーピンもつもぎりでしょう、はい、ダメティッシュ、ダメです、どうでしょうか、もう終盤受けなのかな、チーソー違うな、なんだろう、あ下茶に動かれるのが嫌なのかもしれない、もしかしたらあそれ中野さんね、はい、に雰囲気気配があって、あのもしかしたら石田さんチーソーを打ち出すのが動かれたりするのが嫌なのかもしれない、うん、受けだ石田スタイルなら、うん、でこの表示牌のウピンでチートしたら悩むってことはやっぱり受けない、はい、受け思考があ、でもチーソー切った、ウーピンをいいシャンテン崩すよりはマシってことですね、うんうんうん、チーソー確かに欲しい牌の一つですからね、うん、あテンパイ単品ドレッジ、今チーソーが出た、はい、スーマン切ればテンパイです、どっちリーチか闇天か悩んでるまですか、現状3球、うん、今7が出たばっかだったんですよね、はい、小さですね、石田が切ったばかりということで悩みましたが、ここはリーチ面単品ドラに持っていったのは松岡です、うん、数値層まだありそうですね、手配で2枚使われ、うん、おー行きましたか、行きました、9ピン、あのね、はい、9ピンとはいえ今トータルでリードしてるから、はい、相当打ちづらかったとは思います、端配だけど、はい、でもまだこの矢番攻めますよという気持ちですね、9ピンぐらいは行きますよと、うん、ペンの統一に手をかける、9ピンでも怖いけどね、9層は現物、うん、9ピンは大無筋です、お、うん、そうね、パーピンはもっと怖いよ、確かにドラ使ってる形だからね確かにパーピンも勝負しなきゃいけないってことですもん ね、まあ難は通ってないんでね、白、うん、持っていて、ここら辺で妥協ですか、じゃあ白2枚切れ、うん、4万が一応、あ白2枚切れか、はい、短期でしか当たらないと、ちょっとテンパイした時にパーピン切るか見たいな、中野さんがどうかな、この順目でもまだ切れるか、いやここパーピン切れたら相当ですよ、はい、勝ち切れますか、そしたら僕は切れないこの順目でテンパイ入ってパーピン見たい、見たい、あ見たい、ダメだ、これが配定となります、うん、はい、パーソー切っての流局となりました、中野頑張りましたがテンパイ入らず、松岡の一人テンパイ流局です、うん、でも気合は感じたんじゃないですか、気合はあれね、この9ピン切り、うん、上がる方法、まあ面前での上がりはちょっと厳しいですか、はい、今の中野さんの、はい、難を打った時に石田さんが泣く可能性もあったからね、うん、そしたらまた違う曲、どうなったか分かんない、何曲、一本場の強奪一本内田の親番です、でも何切りがおすすめと柴田プロは、
うん、そうね、うん、さっきのつながりの感触も見て、はい、やっぱ探検系に持っていくけど、うんうん、でも勝負はまだ分かんないからね、はい、一目つかん成チュンが手の内で統一です。ドラが1枚は松岡、ちょっと苦しいですがシャーからとシャー合わせ打ち、トンが手の内で暗恋した、現在難入中、一面ツ二面ツ完成です。ランピンさんが1000点でもいて終わりたいもんね、はい、ここね現状29,300点、うん、何2局チタさんこれも役ができない方向ですよね、トンの暗恋なんで、はい、ということは手広さ、うんうん、先輩が入ればリーチの構えですか。うん、強奪もあるし、うん、あのしっかり上がっとかないと、ね、そうですね、そっか強奪もあります。一本入りましたよ。ただこれは一回なんですかね、数足くっつくとピンフになるもんね、はい、サブロッキュスに、うん、ドラ引けばあの延べた待ちでリーチくるかもしれない、はいはい、現状数足短期の役なし天敗、うん、手代わりを待つのは石田です。急走引きたいよね、急走引きたいですね、もしくは嘘、うん、どっちがいいの。嘘です。本当は僕急走の方がいいの。あ、じゃあ一番嬉しいやつじゃないですか、うん、これで数走切りリーチ、うん、これリーチでしょ、はい、数走切りリーチとなりました。石田6急走、なんで急走の方が嬉しいんですか。え、だって積もれば1、3、2、6、2、4、4でしょ。嘘引いたらサブロー急走でリーチしない手もあるじゃない。でもね、ピンフレ役があって、うん、でもリーチって言いたいし、急走で上がってもね、はい、そうすると1300、2600上がりだから、だったら急走引いちゃった方が。6急走待ち、急走引けばリーズもドラドラ、2004戦、急走は残り2枚です。リーチしたくない曲だったら嘘が一番欲しいよね、はい、役割になるから、ね、なるから。予想の方ですが、つま上がりとなりました。テンパネリーズモドラ1300、2600の一本場、強卓も一本ついてくるので大きいです。1427だから、んお釣り間違ってるんだよ、ね、大丈夫ですか。1400、2700となります。大丈夫、そうよね、100点、内田さんに100点バックと。これもめちゃくちゃ嬉しい、嬉しいやつ、嬉しかった、うん、ちょっとニヤニヤしてるかもしれない。あさみちゃん、あ、いやしてました、してないしてない。でも相当嬉しいよね、嬉しいですね、今のはね、スースラがちょよりね全然嬉しい、はい。なん3曲松岡の親番です。うん、なんか捨てるのが早いわけじゃないですけど、局面は早いですね。早いです、うん、現在は8局目に入っています。8局目、中野さんの手がちょっと落ちましたか。うん、あまり良くはありませんね。一面ツは完成しています。うん、内田は一通が見えるか、めちゃくちゃ親がいいね、親がいい、松岡が親番、どうするか、どうでしょうか。おお、早い、いいシャンテン、いいシャンテン、カウンソリーチあるのかな、カウンソリーチはなさそうか、なさそう、いや、わかんないよね。ありかなしかで言ったらありにも見えるしね、うん、6球ピン引いた場合はテンパイは取るんですよね。うん、ローマン切ってテンパイ取って、どうするかな、みんなこれいてくれるんだったらカウンソでリーチだけど、ね、はい、どうせ手変わってもね、ピンフにしかならないからね、うん、そうですよね、降りてくれるんだったらよ、はい、ね、降りないんだったら上がれる町にしたい。降りてくれます、今回。うーん、まさみちゃんは結構まっすぐ来てる感じの捨て牌ですか ね、まあ、松岡さんがリーチした時に今回に限り振りたくない人が3人揃ってるんで、石田さんも次親あるからね、はい、これがオーラスだったらね攻め込んじゃう手あるんだけど、はい、もう一曲あるし親もあるし、はい、1回ね我慢しちゃう手もあるじゃない、うんうんうん、で中野さん現状と浮いてるし ね、はい、でトータル浮いてる内田さんもここはラスを引きたくない、そっか、じゃあリーチ判断がが一応あるんですよね。みんなが降りてくれるんだったら、
で打点もそんなに魅力、手狩りのね魅力がないから、はい、今回あこれ上は違うか、ジピンは縦に来ましたが、どこを切ろうか、ラッキーピンを否定するか、ジピン縦に重ねます。石田はこの形、リャンシャン点、白が統一になりました。本一ですか、マンズの本一、トンもまだ切れていないし、白もまだ切れていません。カウンス引き入れた、リーチっぽいな、リーチ嘘じゃない、これはチーマンを切ってのリーチ、リーチピンフです。2手かかりますもんね、タイヤをでも、うん、なのでリーチと1300オールがも欲しい、はい、今はね、しかも先ほど言っていたようにちょっと周りは行きづらいでしょうと、行きづらい普通の人はね、うん、普通の人はね、そこで柴田さんは普通の人ですか、僕はもう常識人なんでここは行かない、松岡さんリーチ言われたら、でもよ具形読み切ってたら違うよ、あの下ろすためのリーチだなと思ったら、どうやって読み切ればいいんですかそれは、分かんない雰囲気とか、雰囲気と自分の手配の都合と、うん、これはどうですか、だからこれ行く価値あるよね、あ行ったわ、うん、ウーピン早いからですか、はい、いやでも勇気いるけどな、うん、でもこの急走とか行きづらいじゃない、ドラ、でももう3ピン行ったらもうねローピン行っとこうみたいなところあるじゃない、次行っちゃいますね、3ピン行ったら3ピン行くってことはローピンもね行っちゃいます、手が進み方によっては、はい、ね、早めに手が進めばね、うん、ただトンが内田ともちもちです、石田元に、石田の元に難が1枚、うん、この難とか出なさそうなのか、ああ行っちゃうな、もう行きましょう、ローピンだな、まだ先長いし、行きます中野、かっこいい、うん、攻めている、どれでもテンパは取りますか、森市が入ってる以上、ポンテン例えば9万のポン、あ4万でも通ってるもんね、あ何これは4万、うん、じゃあ1回4万ですか、9万切ると7号のカンちゃんのこれけどね、こういう手がキシートイツとかあるから、はい、リーシャン点が広くなります、うん、まだね9万とかも残ってるしありますね、追いつくのは大いにあります、中野です、松岡の町はウッパーマン、パーマンがこれ出る可能性もあります、ウッパーマンなんだっけ、ウッパーマンです、9万が出たらね、はい、パーマンが出てしまいます、どうかな、でもこ の、ま、この時って僕9万いつも考えます、9万出ない、9万出たらやだなって、あ9万出たらどうしようかなって考えてますね、でもでもポンはしますよね、で考えながらポンって言っちゃうよね出ちゃった、あこれ9万か、9万でもちょっと怖いよね、安全牌がないのかな、そうないね、ないということは9万になりますか、ない、でも下茶の36は強烈だったんじゃないかな、 強烈です、もう数万も余ってるように見えますもんね、でも9万になりそうだよね、チーピンだ、選び抜いた、選び抜いた、助かりますと思います。9万だと宝珠なってます、うん。ドラは打たないでしょ。テンパイドラ切れば三層トンのシャンプー。だもんね。うん、数層とかに手かけるんじゃないかな。4万とか手を、うん、切らないですね。さすがにここ行かないところだもんね。はい、親リーが入っている局面です。うん、例えば今2万6000だけど、これね1万2000のところちょっと内田さんね。うん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 、1万点台になっちゃうから親番もないですしね、もう、うん、相当今日戦い苦しくなっちゃうね、このパーソンはどうですか、もう終盤で自分はテンパ入っていない、あこれパンマン出ない形にしましたよ、そうね、これ好判断だったんですか、はい、もうトンナンチーマにかける、うん、そうですね、手狭にはなってしまいました、うん、ただ6だったけどこの9が切りづらいですよね、はい、石田さんもね、いやー9ピンはあローピン筋で切ってますね、うん、そうね、積もりました、松岡の積も上がり、リーチ積もピンフ1300オールです、マチはウッパーマンでした、今回も中野の攻めっぷりが良かったように思います、うん、これで内田さんがちょっと取り残された形ですか、はい、
ここでも焦ることはないですか。そうね、失点、まあ、2万5000だったら OK じゃない。はい、現状253。ただここ1回目沈んじゃうと、あ、今日の戦いやっぱり苦しくなるなって思いますね。トンガ統一、地風のトンです。そして一メンツ総勢完成。お、ドラドラすごいですね。やっぱりプレオフビート君も最終で応援のメッセージがたくさん来ていますね。すか、店長頑張れ、チーボー頑張れ。誰じゃ、あ、松岡さんか。さあ、ドラ受けができました。内田ちゃんがドイツです。動いてもいけるが、まだちょっと苦しい形、うん、さあ、これで2メンツ完成。どうするか。はい、この選択をどうするか。ドラドラなだけに間違いたくありません。 E ピン1枚切れ、 E ピンつも切りです。9万は手の内に残した中野。いいシャンテン、ポンテンが取れます。今考えたのはドラのくっつきを見てということでしょうか。そうね、7万とかを打って、はい、内田さん危ないね、トン、うん、僕は、あ、飛んでちゃった、飛んでた、泣くでしょ。はい、トンのポンテンです。6球走、1500は1800の転廃、上がれそうじゃない、はい、端に寄った6球走です。ただこの球走は使えるかな、かの、うん、バースを先に処理、球走は山3枚です。3枚どうする、うん、上がれそうですね。歩は上げませんでしたね。はい、ケマンがあんこになったら短期になってしまいますね。一度トンですか。うん、トンは残しての両面固定、うん、まだ転廃じゃないという感じで、はい、読んでますか。スリムに構えましたか。松岡さんはこの表情が特徴的です。特徴的です。いいシャンテン、シャンテン役はない。ドラをスッと切っていきます。さあ、もうこれ単用とかないね、石田さんのね。こっから3万ポンして、本当ですね、まあ、する選手もいそうですけど、もう間に合わないってことでしょうか。まあ普通はしない、はい、変化球でするパターンですよね、はい、今のはね。変化球というのは3万ポンして警戒させるみたいなことですか。そうそう、牽制打ちながら手を進めたりとか。つも上がりとなりました。球走の方、逆配500は600オールです。またもやレンちゃん、松岡は上がり回数が多い選手でもありますね、うん、そうでしょ、うん、得点力はまた他の人なんですね、はい、だから上がり回数は多いんじゃない。南三局の日本馬となりました。ドラがローピン、この B 卓の出場メンバーですと決定戦に残っているのは3名残ったことがあるのはですね、うん、内田プロ、松岡プロ、石田プロ、そして中村プロが決勝戦決定戦に残れば初となります。すごい手配の人いたよ。ほら、石田だ、うん、後ほど移ります。なんちゃです。まずは内田ペーチャで南が統一。おー、換算ペン引き入れた、いいところ、石田ですね。いいよね、ドラもあるしね。いいですね、ダイヤもついて、うん、3色もいくかもしれない。はい、ドラ、うん、重い、ドラーン、目いっぱいですね、ランサーも残す、行くべき手は目いっぱいと。
そうよね、うん、ここはね、だからスースー引きとか、はい、ヤンソーいらないって切っちゃいそうですが、おおこれよりヤンゾーですか、ウーピンはちょっと固定しちゃダメですか、うーん4万があるか、ウーピン固定なんだ、固定しました、泣きも入れていくんでしょうかね、ドラ以外は現状泣く牌があまり思いつかないよね、はい、結局想像の周り引かないと手が済まないんで、うんうんうん、だからドラだけとかじゃない、はい、泣くとしたらドラだけは泣く、この手これヤンゾー切りそうな気がしたけど、僕だったらねウーピンの時ですか、うん、ピンズも伸ばしていこうという、そうね、別に伸ばしても2枚使えるからっていうふうに、はい、どう変化するか、うん、うん、ピンズは決めた、スーソー切り3色を見るのは中野、Gピンが縦に来ました、うん、松岡選択、まあね、9ピンですか、9ピンでドラはローピンで両目になれば3色狙うかどうかですよね、だから頭はね G ピン固定するか3色残すか、うん、ここは考えます、大事な親番中、うん、32,200点、頭を固定しました、これはいいシャンテンだけどどうするか、あんまりしくないです ね、うん、ヒーマンつもぎりです、ドラドラですがいいシャンテン取らず、ここはチートイツですか、はい、内田は立て立てドイツです、これは残す、あこれは残しそうよね、リャンソーですか、うん、2万引くと振り点だから3万っていうのもあるけど、はい、まあリャンゾーになるのではないかろうか、はい、なかろうか、どうだろうか、ローピンポンでね良くなるしね、はい、おお、リャンゾーに気がある、ほほほ、リャンゾーの縦重なるよね、まあ、リャンゾーにくっつけばいい街ですよね、イーソーとかスーソーじゃなければリャンソーに、あのリャンソーか三層引く分にはいい街になりますよね、はい、あそうですね、ただ数層とかね、イーソー引くとちょっと悩ましいですね、いいの引きたい、ローマンですか、これは取っとくでしょう、取ってるやっぱりリャンソー、うーん、どうリャンゾー縦狙ってるんでしょ、じゃあ残します、いやなんかリャンゾー縦狙いはあんまり、リャンソーでした、ここでさよならします、合わせるリャンソー、中野は一旦お休みですか、今回はそうですね、うん、ちょっと寝てますか、はい、松岡リャンシャンテン、うん、これめちゃくちゃ、どっちかウーピン残してれば、うん、でもそんなに悪くないですね、はい、どの道こうなってそうな、うんうんうん、チートイツのいいシャンテンが内田です、完了も引き入れて全身いいシャンテン、うん、おーノー、おーノーですねなんか最初はやっぱ良かったのに悩ましくなってきちゃいましたね、うん、でもあれですよね、5万の地位は見送ったんですよね、あ本当ですね、5万が出てますね、5万、しかも連続で切られたんですね、うん、あこれいいんじゃない、そうそう、5万が出てる分スッチマンローピン、スッチマンローピン変則三面ちゃん、やめてやめてにそう、なんかうまくいってないし、だってねやめてんだ、トーナメントみたいな勝負だからね、はい、今日親番残している難産局となっています、石田闇天で天杯スッチーマンローピンの単野をドラドラ打った人は苦しくなりますよ、はい、ローピンはもう残っていません、スッチーマンはまだある、数枚1枚 G マンが残り2枚、山に3枚です、3枚、はい、3枚十分じゃない、十分です、こんなにスッチーマン持ってて、松岡天杯入るかいいシャンテン、スッチマンロンピンの石田、うん、ローソーが場に4枚、はい、ローソーが山場に4枚、うん、見えたところ、どう見えるかこの曲を、相当、はい、なんていうのかな、馬鏡ってものは相当出来上がってるんですよね、うんうんうん、手配でですか、うん、出来上がってる、うん、5万も3枚でしょ、はい、じゃあどこ持ってるのって、うん難しいな、
からワンチャンス危なくなってるのかもしれないね、全体的に。まあ中野さんね、守備ね、ロースをすぐ合わせましたもんね、はい、あんこの。お、形式転敗取れました、6球満、うん、松岡役なしの転敗です、親番中。つむぎでしょう、うん、つむぎりです、役割に。んー、ちょっと安易でしたか、この球走。2枚目か、2枚目をポンしたんですけどね、はい。他にちょっと選択がなかったですかね。おお、ただここは石田のつも上がりとなりました。タンヤオツもドラドラ、これはテンパネで2004銭です。2200、4200。テンパネ、あれ、テンパネしないね。8、10、10、4、8、10、ちょうどか、4、8、10。あ、足してたのね、はい、はい、あんこはんこ、すいませんそうね、2000、3900ですね、の日本馬。さあ、南四局1回戦もオーラスとなりました、石田の親番。さあ、現状は点数が37400点で石田がトップ名、あと追いかけるのが中野、松岡、内田は沈みの状態でオーラスを迎えています。ドラが小さそう。これ松岡さんが、はい、2000点とか上がっても相当数字縮まるよね、全体的に。3人浮きで、まあ、このまま終わっても、はい、このまま終わるとなんの、70いくつなんじゃない、すごい接戦になってます。どうでしょう、ドラドラだ、内田、これドラドラ上がって、上がったら内田さんはね、はい、しかもシャーチャーでシャーがドイツです。何が統一、何が統一なのは松岡、うん、ちゃんたってこと、2000って上がれば、あ、でも123もあるんだ、チーマンとなりました。難しいね、うん、僕は役配はなくかな、松岡さんなんですね、うん、何泣いて後でもう一役つけれればと。あ、そう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 、ペンさんそう引き入れた、いつもです。とりあえず2000点みたいな顔しながら、はい、後に2000点にしますか、はい、作り上げていくわけで、2000点、2000点顔します。面白いですね、はい、本当これだって、これ、これも、これは2000点だ、これは2000点3色でね、はい、リャンピンの地、カンリャンピンで地を入れてきました。113の形からリャンピンの地、どうする、中野さん降りる手あるのかな、打っちゃったら、石田さんはねもうやめる手があるもんね、はい、ここで打たなければ浮きはね確保できるから、うん、2000点中野は打っても沈みにはなりませんが、でトータル4番手でこの中でスタートして、石田さん今この状態でね、はい、是が非で終わらせたいじゃないですか、はい、この状況で終わってほしいと、うん、この状況もしくは、はい、他の人自分の点数はせめて浮きでね、うんうんうん、終わりたいじゃない、トップもしくは2着で、はい、だからこのチュンかハツは出てるからね、チュンとかは打たない手がある、うん、もう何行くしかないよね、こんなのね、何行きました、何のポンです。さあ、これで頭がない形のイーシャンテン、一応一役は確定してるからね、はい、1000点もしくは1000点は確実に確定、うん、3900、はい、ね、ちゃんたが、ちゃんた3色がつくんで、ちゃんたがつくときは、うん、何、お、ドラ、どうする、あんこになりました、どっち、ね、スーソーかウピンかスーマンか、僕は西です、西、ちゃんたが、西、ちゃんたと、ちゃんたと戦争します、これシャーキって単葉で戦うってことですね、もうシャー切りで、ちゃんた対単葉に持っていくね、だってスーソーウーピン4万はね、ちゃんたに関係ない範囲だから、はい、うわ入った、どっちどっち、どっち、ペータンキ、まあ、ペーだよね、ションパイですが、でもペー茶だからペーはちょっと出にくいよね、あ、当たったらね、当たってね、ヤクヤクチャンタとか3球ですからね、3球振りたくない人は、うん、中野さん振りたくないよね、石田も振りたくない、石田さんは3球だったらまだ OK、 まあ振ってもいい、でも振りたくないよね、うん、ペーとかね、ユーパソペー何山なの、
ペイ三山。三山。三山。地獄じゃないですか持ってきたら。泣きながら切るね、内田さんのところに行ったら俺。まだ耐えられる。両ピンでしょ。うん、広がりました、うん、いいシャンテン。三山強い松岡のつも上がりです。ちゃんた薬杯三色もついています。千二戦さあこれで1回戦が終了です。なんとトップ石田2着に松岡3着中野で1人沈み内田という結果でした。接戦接戦、はい、続きましては2回戦となります。